今回は室町時代の1回目についてお話します。まず空欄ですね。自分でどれだけ埋まるか確認してください。では一時停止ボタンを押して確認しましょう。はい、どうぞ。ではいきます。今回は建武の新政の組織についてお話します。建武の新政とは鎌倉幕府を倒した後醍醐天皇の政治ですね。天皇中心の政治です。ですからトップはもちろん天皇ですね。この天皇の下で中央や地方にいろんな機関が置かれました。ではいきます。1番ですね。公家政治復活の中心機関として一般政務を行いました。ではこの機関を何というか、答えは記録書と言います。では次ですね。2番目です。土地問題などの訴訟を担当しました。その機関を何というか、答えは雑訴決断書と言います。ここで少し補足です。建武の新政というのは結果的には失敗に終わります。原因は何か。一番の原因はやはり武士の支持を得られなかったということですね。武士に嫌われたということです。じゃあなぜ嫌われるのかというのは、やはりこの土地問題ですね。武士というのは土地というのを非常に大切にします。皆さんこんな言葉聞いたことありますか。一生懸命ですね。今まで何回か使ったことがあると思います。でこの言葉の、元ですね、はこの一生懸命から来ていると言われています。これは自分の土地に命を懸けるといった武士ですね。その武士の様子から生まれた言葉なんです。でそれくらい武士というのはこの土地を大切にしていたわけです。それを後醍醐天皇何をしたかというと、この建武の新政ですね、彼が政治をするにあたってよしと、土地については今までのこと全て白紙だと、全部俺が決めるということを言ったわけです。ですから武士にとってみると、今まで鎌倉幕府がその保証してくれたその武士たちの土地の所有ですね、それが全部白紙になったわけです。困りますよね。ですからこの当時この中央政府に私の土地を認めてくださいという、申し込みというか申し出がもうすごく来たらしいんですよね。そりゃそうですよね。ですからこの武士にしてみたら、鎌倉幕府の時ですね、もう生活が苦しい、なんとかしてほしいということで、なんとか鎌倉幕府を倒して新しい時代を求めたのに、その新しい時代がより武士の生活を厳しくするかもしれないという状況になっているわけです。それは嫌われますよね。でちなみにこの後醍醐天皇というのは貴族を優遇するんですけども、この土地問題において、その上級の乱、皆さん覚えてますか。1221年ですね。この建武の新政の100年以上前です。である貴族がこう申し出るわけです。この土地は上級の乱の時に取られたと、でもここは私の一族の土地なんです、所有を認めてくださいとか言ってくるわけですね。そういった状況になっていたというのが、この建武の新政の初期の土地の状況です。ですからさすがに後醍醐天皇もやばいと思ったのか、この全部俺が土地のことを決めるという方針は撤回しましたですね。では次いきます。こちらです。恩賞型とあります。この恩賞型というのは論功行賞をするところですね。お前はこんだけ活躍したからこんだけ褒美をあげるぜと、そういうところです。では次ですね。武者所とあります。武者所というのは京都の治安維持ですね。でこの武者所のトップには鎌倉幕府を倒すときに活躍した新田義貞が就任しました。では次いきます。こちらですね。3番になります。関東10カ国を統治する機関が作られました。責任者は足利忠義と成吉親王です。足利忠義というのは足利尊氏の弟ですね。で成吉親王というのは後醍醐天皇の息子です。ではこの機関を何というか、答えは鎌倉将軍府と言います。では次ですね。こちらは奥羽二州を統治する機関ですね。奥羽というのは東北地方ですね。で北畠顕家と成吉親王が責任者ですね。北畠顕家というのは北畠親房という人物の息子です。北畠親房というのは貴族ですね。後醍醐天皇に仕えていました。
北畠親房という人は文化でも出てくる非常に大切な人ですので、また文化の時に確認しましょう。でこちらの範吉親王というのはもちろん親王とあるので後醍醐天皇の息子ですね。ではこの期間を何というか、答えは6将軍府と言います。そして最後ですね、地方には国司と守護を配置しました。今回はここまでです。ありがとうございました。